荒川区の一本校荒川区の町名では、東京都荒川区に存在する、または過去に存在した町名を一覧化するとともに、明治時代初期以来の区内の町名の変遷について説明する。荒川区は昭和7年10月1日、従前の北豊島郡南千住町、三河島町、小宮町、日暮里町の区域をもって成立した。区名の荒川は、 同名の河川に由来するが、現在の荒川区内には、荒川という名の川は流れていない。遠くと足立区の境を流れる川は、現在は隅田川が正式の名称であるが、かつてはこの川が荒川の本流であり、金ヶ淵の屈曲部付近を境にして、それより下流を隅田川、上流を荒川と呼称していた。近代に入り、水害防止のため、 人工河川の荒川放水路が開削されたが、昭和40年の政令により、この荒川放水路の方が正式に荒川の本流とされ、元の荒川本流を隅田川と呼称することとなった。現在の荒川区内に荒川という名の川が存在しないのは、以上のような経緯による。以下、明治時代初期から、 荒川区成立までの行政区画の変遷について略述する。現在の荒川区の区域は、かつては、武蔵区に豊島郡に属する近郊の村地域で、大部分は、海田寮に属し、ノ輪村、仙俗村、三河島村、町屋村、金杉村、上尾村、下尾村、船方村、新井堀村、谷中本村などの村々が存在した。なお、 海田の地名は、荒川区立の小学校の校名として残っている。このほか欧州街道沿いの地域は、早くから長地化し、小塚っ町、中村町、通り、新町、新生寺門前、橋場町地方などの町があった。このうち小塚っ町と中村町は、線大橋を挟んで対岸の千住塾の蚊宿で、本来、海田寮のうちであるが、 淵江えの一部として扱われた。小塚っ町と中村町は後に、千住宿南組と解消された。町形の町村のうち、三河島村、町屋村、上尾村、下小尾村、柳本村、小塚っ町、中村町、通り、新町、新生寺門前の全域、新堀村の大部分、三輪村、専属村、金杉村、船方村、 橋場町地方の各一部が現在の荒川区域に含まれる。このほか三の和町の飛び地も現、荒川区のうちである。明治維新以降、これらの町村は武蔵地検事の支配を経て東京府に属した。その後、明治4年7月の廃藩地検実施までの過渡期には複雑な変遷を経ている。慶応四年七月十七日、江戸を称して東京と、 試すの証書が発せられ、それまでの江戸が東京に解消され、東京府が設置された。なお、慶応4年9月8日に明治に改元している。現、荒川区の区域に存在した町村は、その大部分が東京府に編入された。千住宿南組と船方村は、武蔵地検事の支配を経て、明治2年1月13日に発足した小菅県に、 編入されたが、このうち船方村は、同年4月に、東京府へ移管された。明治2年2月、東京府では、町地と合村部との境界線を定める守備機が行われた。これは、皇居を中心とした、市街地を守備機内とし、その外側を合村とするもので、守備機内を50の区画に分けて、50番組が設定された。同年5月、 周囲の合村部にも5つの組が設定され、これを地方5番組と称した。後に荒川区となる区域は、このうち地方3.4番組に属した。明治4年6月には守備期が見直されて、守備期内は44区、守備期外は25区に区分された。後に荒川区となる区域は、このうち守備期外の第67から69区に属した。 明治4年7月、廃藩地検が実施された。同年11月、従来の東京府、品川県、小菅県が廃止されて、新しい東京府が設置された。これに伴い、同年から翌年にかけて、品川県と小菅県の町村が、東京府に編入され、小菅県に属していた千住宿並組も東京府に、編入されることとなった。同年十一月、 府内は6大区、97小区に分けられた。明治7年3月、区割りが見直され、改めて11大区、103小区が設置された。後に、荒川区となる区域は、大部分が、第10大区第1小区に属し、地方橋場町は、第10大区第3小区、千住宿南組は、第10大区第4小区、船方村は、 第9大区第3小区にそれぞれ属していた。その後、軍区町村編成法の施行に伴い、大区小区制は廃止され、明治11年11月2日、東京府下に十五区六軍が置かれた。後に、荒川区となる区域は、大部分が北豊島郡に属したが、町地の内下屋通り、新町、下屋新生寺町は、下屋区の所属となった。 明治22年、市政、町村制が施行され、東京市が成立、不可の6軍は、既存の町村が整理統合されて85町村となった。85町村のうち北豊島郡に属していたのは19町村で、このうち現在の荒川区の区域に該当するのは、南千住町、三河島村、小久村、日暮里村の一町三村である。三河島村は、大正九年、 小グ村は大正12年、日暮里村は大正2年にそれぞれ調整を施行した。昭和7年10月1日、東京市は周辺の5軍に属する82町村を編入し、いわゆる大東京市が成立した。なお、従前の6軍のうち、南戸島軍と東多摩軍が明治29年に合併して豊多摩軍となっている。 編入された82町村は20区に編成され、東京市は既存の15区と合わせ、35区から構成されることとなった。この時、北豊島郡の南千住町、三河島町、小久町、日暮里町の4町の区域をもって、荒川区が新設された。昭和18年7月1日、東京府と東京市が廃止されて、新たに東京都が設置された。 この時、荒川区を含む35区は、東京都直轄の区となった。昭和22年3月15日、35区は22区に再編される。この時、荒川区の区域には変化はなかった。同年8月1日、板橋区から練馬区が分離して、東京都の区部は23区となり、現在に至る。現、荒川区の区域は、明治22年の、 市政、町村政志向の時点では、北豊島郡南千住町、三河島村、小久村、日暮里村に属していた。これら一町三村と、同年の町村合併前の九町村との対応関係は次の通りである。千住南組、三ノ輪村、千足村、三河島村、地方橋場町の各一部、下谷三ノ輪町の飛び地、下谷通信町の区域をもって、 明治22年に成立。旧町村名を引き継いだ、千住南、美濃輪、先属、三河島、地方、羽場、下谷美濃輪、下谷通信の7、大技を編成した。町屋村の全域、千住南組、三河島村、美濃輪村、金杉村の各一部の区域をもって、明治22年に成立。旧町村名を引き継いだ町屋、千住南、 三河島、美濃は、金杉の五大技を編成した。下小区村と上小区村の全域、船方村の一部の区域をもって、明治二十二年に成立。旧町村名を引き継いだ下小区、上小区、船方の三大技を編成した。船方村は、その大部分が、王子村に編入された。なお、小区の読みについては、荒川区の行政地名、小学校名等は、 オグであるが、JR のオグ駅は、オクと読む。谷中本村の全域、日暮里村、金杉村の各一部の区域をもって、明治22年に成立。旧町村名を引き継いだ谷中本、日暮里、金杉の三大技を編成した。日暮里村はかつてはニーボリ村と称したが、明治10年に表記を、日暮里村に変更している。ただし、日暮里の表記は、 江戸期にも使用されていた。なお、合併前の旧村のうち、複数の区町村に分割編入されたものの、編入先は以下の通りである。明治22年に南千住町に編入された町区域の大部分は、明治初期に改名、合併等を経ている。その概要は以下の通りである。昭和30年に以下の境界変更が行われた。下表は、 町村制施工事の南千住町、三河島村、小久村、日暮里村の大穴と、荒川区成立時の町名との対応関係を示したものである。荒川区では、昭和38年から順次区内の住居表示が実施され、昭和43年3月をもって、全域の住居表示実施が完了した。住居表示に関する法律は、昭和37年に公布。 施行されたが、荒川区は、同法の検討段階において、町名地盤整理の実験都市とされた。このため、住居表示法施行直前の昭和36年に、荒川1から8丁目、昭和37年に、町屋1から8丁目が成立している。以下は、住居表示実施以前の町名と、現行町名との対象表である。荒川区では、全区で、 住居表示の実施が完了している。以下は住居表示実施後の町名と、当該住居表示実施直前の旧町名の一覧である。旧町名の後に、と中期したもの以外は、当該旧町域の一部である。ありがとうございます。